そのため体は急いで血糖値を下げようとしてホルモンを大量に出します。すると今度は血糖値が急激に下がり、逆に低くなりすぎてしまいます。このため体に異変が起こるのです。豊田さんの場合、症状が治まるまで長い時で4時間も横になってじっとしていなければいけません。また食事の量にも気を使っています。退院後3ヶ月間は1日1回おにぎり2個とスープを飲むのがやっとでした。そのため80キロ近くあった体重が一時期は20キロ以上も減少。現在は食べられる量は増えたものの、油物は苦手だといいます。食事の、その油分が処理できないんですよね。そうするとお腹の中に溜まっていて、それがグッといっぺんに戻ってくるんですよ。で、今先生から薬いただいてますから、その症状が出たら飲むようにはしてます。そうすると15分20分ぐらいでは収まります。こうした後遺症に悩まされているのは豊田さんだけではありません。松田智子さんもその一人です。松田さんは今から16年前胃がんが見つかり、開腹手術で胃の3分の2を切除しました。その後思うように食べられなくなり、体重は20キロ減りました。ダンピングも ありますね。食べ方にもよりますけれども、松田さんもダンピング症候群があるため食事ではさまざまな工夫をしています。1回の食事は30分以上かけます。食べ物を口に入れたら一旦箸を置いてしっかりと噛み、ゆっくり食べることを心がけています。だからもし時間がないときはもう半分だけでもそれで残しちゃいます、またね、特に電話とかなんかあって中断するときに口の中に物が入ってて、うっかり飲み込んじゃいますでしょ。そうするともうその後もお腹痛くなっちゃう、よく噛んでないと。要するに胃の代わりよく噛むのが。後遺症の数々に退院から半年間ほど松田さんは一人で悩んでいました。そんな松田さんのチョイスは、チョイス、チョイス。胃がんの手術を受けた患者の会アルファクラブに参加しました。他の患者さんと情報交換をして後遺症を軽くするためのさまざまな知識を得ることができたのです。家族はやはり自分が胃を切ってないですから、もっと食べろとか、要するにやっぱりどうしても無理強いしたくなんですよね。胃を切った場合はそのいっぱい食べて栄養をつけてつくことが、その自体ができないんですよ。食べられないんです。だからそれを分かってくれるのはやはり同じような症状、同じ体験者同士じゃないと分からないと思うんですね。松田さんは今では世話人の一人として会員にアドバイスを送っています。本当に個人差があります。私だけがなんか違うんじゃないかっていうふうに思われる方が結構いらっしゃるんですよ。だからそういった方たちが同じような症状の方がたくさんいるんだって、私だけではないんだというふうに少しでも希望を持っていただいて前向きに対処していただけるようになれれば、本当にこういう患者会が役に立つと思います。いいですね。まあ、やっぱりね、同じ経験をしたお仲間がいるっていうのは、言葉も、ね、入りやすいですし、心強いですよね。すごく精神的にも救われるのかなというふうに思いましたけれども、先ほどからちょこちょこ出てきた、ダンピング症候群、我々はそんなね経験がないので、初めて耳にする感じがするんですけど、これは胃を切られた方は皆さんに起こる、個人差があるんですね、実は。それから手術の術式によってもちょっと違います。基本的には先ほど言ったように食べ物が急に小腸にこう流れ込むということで、2つ種類があって、食べてすぐに起きるような非常に不快感とかですね、動けないとか、そういうのが早期ダンピングなんです。これはだんだん慣れてきます。先ほどちょっと申し上げたようにですね、
で一方で後期ダンピングっていうのは食べてしばらくして起きる、これは低血糖なんですね。本質はですから自分はこれは低血糖が来たなと思ったら甘いものを食べる、ね、まあ、迎え撃ちですね、下がりかけたところでもう一度ちょっと食べるっていうのは工夫したりですね、これは自分の感覚で分かりますから、うーん、これは運転してる時とか起きると非常に危険なんで、うん、飴を持ってなさいとかそういう指導は必ずします。うーん、皆さんいろんな工夫をされてましたけれども、はい、こちらにその対処法をですね、まとめてみました、うんうん、まずゆっくり少なめに、そして間食もということですね、はい、もともと胃が小さいかないんですから、うん、たくさん入るはずがないんですね、うん、ですから思い切って量を少なくしてある程度の速度で食べていいと思います。ただしその時に大きなものを飲み込まないようによく噛むっていうことは必要ですね、うん、で ある程度食べたらそこでさっさと諦めて、うん、しばらくお腹が空くまで待っててですね、うん、で間食としてちっちゃなおにぎりをすっといて食べるとか、うん、パンを食べるとか何回か食事するっていうような感じにしていく方がいいと思います、はい、うん、そしてよく噛むですね。ただこれ噛みすぎるとですね、はい、うん、唾液と空気を飲み込むことになって、うん、かえってその飲み込んだ空気でお腹が張っちゃってですね、ボーッとなるとかね、あんまり噛みすぎるのは、ね、良くないと思いますね。適度に噛む、はい、小腸がありますから、うん、だから少なめでむちゃくちゃ早く食べないっていうことだけ心がければ、うん、むしろ美味しく食べた方がいいと思いますけど、うんうん、でそして食べるものが高タンパク低脂肪の食事と、うんうん、はい、基本的にやっぱり脂肪はですね、なぜダメかっていうと小腸に入るとすごいこう刺激があって障害液がたくさん出てくるんですね、うんうんうん、それがこう気持ち悪さのもとになる。そうかそうか、多分皆さんも空腹の時に脂っこいものばっかりガッと食べると気持ち悪くなる、はい、普通に胃があってもそうなりますね、ですからあれのひどいやつだと思ってもらったら結構ですね。うん、そしてやはりこの食事だけで改善しない場合は医師に相談ということなんですね、うん、はい、今いろんな栄養食品ありますし、はい、いろんな味のものもありますから、うん、担当医に相談してですね、ええ、紹介してもらって自分の好みのものを選んで補助的に食べるととってもいいです。わずかの量でとてもカロリーも高いものが多いですから、うん、なんかそれぞれのライフスタイルに合わせてっていうようなことですかね。一定正常な時にこう膨らんだり収縮するっておっしゃってたじゃないですか、はい、胃が例えば3分の2になったとしてこの胃はいずれ大きくはならないんですか。大きくなるとしたらそれはなんか通過が悪いんでなんか異常なことが起きた時です。ダメなんですね、じゃあ3分の2の胃はこのままで。そのままですね、今まで大きくなった人は見たことがありません。ただなんとなく皆さんこう胃が大きくなったってことを言う方いるんですけども、うん、それは胃の動きが良くなってきて食べ物が通りやすくなって食べる量が増えてくるんですね、うん、だからやっぱり機能だんだん回復してくる、うん、ですから先ほどの患者さんみんなそうですけども最初のやっぱり3ヶ月ぐらいは非常に辛い思いするんですね、うん、だからその時に焦らないでもうとことん痩せてもいいやと思って少なめに少なめに食べて少しずつ増やしていくのがやっぱり一番上手な食べ方だと思いますけどね、うん、でもまあやっぱり松田さんもおっしゃってましたけどやったものにしかわからないっていうね、そういうのがありますから他にはどんなパターンの後遺症っていうのはあるもんですか。そのあたりちょっとこちらにまとめてみました、はい、下痢ですとか下痢もよく見られますね、うん、これはちょっと脂肪の多いものを食べると、はい、こう腸がダーッと動くんですね、刺激されて、うん、そうするとゆっくり流れていかないもんだから、うん、消化されたり吸収される前にこう流れていってしまうっていうので下痢が、まあ、よく起きますね。なるほど、はい、でこれは下痢してもですね意外に消化されててですね栄養が取られてることが多いんですね、うん、ただ問題は下痢の時に水分と塩分が失われるんで、うん、脱水になるんでスポーツドリンクを補給すれば意外に大丈夫ですので、うん、でも乳製品を避けるっていうのもありますが、乳製品はやっぱり油が入っててですねあれがやっぱ刺激になるんですね。そして他にも貧血、はい、長期のうちにはですね、はい、胃の粘膜が必要な栄養素ってあるんですね。例えば、うん、ビタミン B12 とか鉄分とかはやっぱり胃液がないとなかなか吸収されにくいんで、うん、時間が経つとだんだん体の中の鉄分が使われちゃって足りなくなって貧血が起きたりするんですね。そして骨粗鬆症もありますね、はい、これもカルシウムの吸収とか悪くなるんで、はい、やっぱりカルシウムの多い食事を取らないとダメですし、うん、で大体皆さん高齢ですからやっぱり運動をちゃんとして、うん、骨を鍛えとく、それから骨密度をきちっとチェックするっていうのは注意が必要かと思います、うん、はい、
さらに逆流性食道炎とか、うん、やっぱりあの私よく言うんですけども、お昼は洋食で夕方は和食にしてくださいと、うん、というのは夕食をヘビーなものを食べたりするとですね、消化器がたくさん出てきて、こう 寝た後にそういうものが出てくるわけですよね、うん、でそれがあの小腸の動きが止まる